2023年12月29日、海上自衛隊第4護衛隊軍呉基地及び佐世保基地の公式 XQ ツイッターに、11月に1回目の空母化改修工事を終えたヘリコプター搭載護衛艦加賀 DDH-184 における、甲板散水装置の試験が実施された様子を撮影した画像が公開されたよ。洋上を航行している加賀の飛行甲板上に設置された多数のノズルから、大量の海水が吹き出して甲板を洗い流す様子が映されていて、甲板上には虹がかかっている綺麗な画像が話題を集めているな。うんうん。さて今回はそんな空母加賀での甲板散水装置試験を実施した様子を公開した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずはじめに、甲板散水装置とは、放射線生物化学物質などによる攻撃を受けて汚染された艦艇において、それらを除染するために甲板に多数設置されているノズルから海水を大量に吹き出させて汚染物質を洗い流す装置のことであり、海上自衛隊の護衛艦では1950年代に建造された綾波型護衛艦 DDK 以降のすべての護衛艦に搭載されているよ。また、民間の船舶においてもフェリーなどでは車両搭載甲板などに散水装置が設置されているが、これは火災が発生した際の消火用の装置であり、護衛艦における甲板散水装置とはその主たる目的が異なっているぜ。加賀は、23中規模に基づく平成24年度2012年度計画において白根型護衛艦の2番艦クラマの代替艦として計画され、19,500トン型ヘリコプター搭載護衛艦 24DDH 出雲型の2番艦として、ジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場において2013年10月7日に寄港され、2015年8月27日に命名進水式が執り行われ、2016年8月5日に竣工して工事が開始され、2017年3月22日に呉基地を母港とする第4護衛隊軍第4護衛隊に編入されたんだ。空母化改修前の加賀は、前型の日向型と同様の全通飛行甲板を持ち、艦橋が右舷側に寄せられているアイランド方式が採用され、2本ある煙突も上部構造物と一体化されて右舷側に寄せて設置してあるな。この2本の煙突の間には、洋上で他艦に燃料を給油する必要が生じた際に使われる臨時燃料移送装置が備えられていて、艦橋後部には飛行甲板上のヘリコプターの発着艦渡るを管制する航空管制室が備えられており、5機のヘリコプターが同時に発着艦可能で、艦載機としては SH-60JK 哨戒ヘリコプター7機及び、MCH-101 輸送ヘリコプター2機など、最大で14機のヘリコプターが搭載可能だぜ。出雲型護衛艦は現時点での海上自衛隊で最大の護衛艦であり、基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0メートル最大幅 38.0メートル水線幅 29.6メートル深さ 23.5メートル喫水 7.3メートルの艦隊は、太平洋戦争当時の旧日本海軍が運用していた正規空母双竜や飛竜を基準排水量や全長で上回っていて、同じく戦争当時のアメリカ海軍主力空母であったヨークタウン旧正規空母とほぼ同じで、現代世界で運用されている軍艦の中ではイタリア海軍の軽空母カブールやスペイン海軍の強襲揚陸艦兼軽空母フアンカルロス1世などが同じ規模となるね。主機関はゼネラルエレクトリック LM2500 ガスタービンエンジンを COGAG 方式として2機ずつ4機を両舷の2軸に配され、最大速力30ノットを発揮するみたい。飛行甲板の下の第2甲板には司令部区画や居住区画に医療区画などが設けられ、その下にある格納庫は日向型と比べて1層多い3層分が使用されており底面は第5甲板で高さが十分に確保され、格納庫の下の第6甲板は応急甲板とされ、ここから下には火炎居住区食堂機械室発電機室などが設けられているんだって。飛行甲板と格納庫をつなぐエレベーターは日向型と同じ前後2機が配置されているが、日向型では前後どちらも飛行甲板上にあるインボード式であるのに対して、出雲型では後部エレベーターが右舷の艦橋後方にデッキサイド式として設置されているんだ。
これはイタリア海軍の軽空母カブールと同様の装備方式で、全部のインボード方式のエレベーターは長さ20メートル幅13メートル、後部のエレベーターが長さ15メートル幅14メートルで、それぞれ電動油圧制御方式によって作動したい荷重は30トンとされているぜ。デッキサイド式エレベーターは波浪の影響を受けやすいほか、岸壁に横付けする際の障害となる場合があるというデメリットがある一方で、エレベーターからはみ出す大型機でも搬送が可能というメリットもあり、出雲型でこのデッキサイド式のエレベーターが採用されたのには、将来的にヘリコプターより大型となる固定翼機の艦載運用を想定したためと見られているな。武装についてはヒューガ型が単艦でも相当の戦闘能力を保有しているのに比べると低く抑えられていて、多機能レーダーやソナーなども簡略化されており、護艦防御用の近接防空システムシウイスである高性能 20mm 機関砲が2機と、近接防空用艦対空ミサイルコンサムリム116シーラムシステム2機と、最低限の防空火器を搭載しているのみで、これは出雲型護衛艦では航空運用機能が増強されていて、艦隊中核のプラットフォームとして運用されることが想定されているためで、単艦で運用されることはなく、イージス護衛艦の混合型アタゴ型マヤ型や、秋月型など防空能力が高められた護衛艦を伴う艦隊として運用されることが大前提とされているからなんだ。出雲型護衛艦の空護化改修工事は出雲化がそれぞれ5年に一度実施されている定期検査を利用して実施されることになっていて、まず出雲の2020年度令和2年度の定期点検において、搭載される予定の垂直短距離離着陸機 F-35B ライトニング2戦闘機の発着艦を可能にするための甲板の耐熱強化や、電源設備の設置などの改修が行われたけど、F-35B を安全に運用するために必要とされる台形状の監視形状をアメリカ海軍の強襲揚陸艦のような四角形に変更する改修工事や、艦内区画の整備などは次回の定期検査が予定されている2024年度令和6年度末の改修工事で実施される予定になっているね。加賀については当初、2021年度令和3年度末からの定期検査時に一度に大規模な改修を行って、出雲より先に空母化改修を完了する予定となっていたんだが、空母としての艦内区画や搭乗員の待機区画の整備についてさらに検討が必要であることが判明したため、アメリカ軍の協力によって検証実験や試験を実施した上で実運用する際の人や物の動線を細かく検討することとなり、艦内区画の整備については2026年度令和8年度末からの定期検査に合わせて実施することになり、出雲と加賀の両艦が共に空母となるのは2027年以降となるぜ。出雲型護衛艦では、当初噂に上がっていたスキージャンプ台やカタパルトなどの発艦に必要な装置や、アレスティングワイヤーなどの着艦制動装置は搭載されないことから、F-35B は短距離滑走で発艦し、着艦はジェットエンジンノズルを真下に向けて垂直に着艦することになるね。2021年10月3日、先に飛行甲板の耐熱処理や発艦用のライン引きが実施された出雲において、アメリカ海兵隊が運用している F-35B2 機による発着艦試験が実施されたよ。その試験の様子を伝える動画が公開されていて、四国沖の太平洋を航行する出雲にアメリカ海兵隊岩国基地から飛来した2機の F-35B が、耐熱舗装が施されて周囲とは色が異なる飛行甲板上のヘリコプター発着艦用の第4、第5スポットに、垂直着艦を成功させた後、監視方向に移動して短距離発艦にも成功する様子が撮影されており、太平洋戦争後の日本の護衛艦において記念すべく初めての固定翼機の発着艦となったな。空母となった出雲型護衛艦で運用される F-35B は、2020年度令和2年度以降、毎年取得予算が計上されていて、航空自衛隊では最終的に42機を調達して宮崎県の航空自衛隊ニュータバル基地に配備することにしているけど、出雲と加賀の空母化改修と、F-35B のパイロットへの訓練などにまだ時間がかかることから、日本に太平洋戦争以来の空母艦隊が登場するのはまだ当分先のことになると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、
チャンネル登録してね。2023年5月、防衛装備庁は、STOVL 用バージ橋家の整備に関する調査研究についての募集要項を公示したんだって。その後10月にこの業務について、造船会社のジャパンマリンユナイテッドと契約を交わしたと公表したらしいぜ。さて今回は、F-35B 戦闘機は橋家から発着するのかについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、まずこの業務は、航空自衛隊が導入を予定している STOVL 短距離離陸垂直着陸機である F-35B 戦闘機が使用するためのバージ橋家を研究するものなんだ。防衛装備庁は、この業務に関しては、海自の出雲型護衛艦の特別改修に関する、知識技術が必要不可欠という前提条件を示していたよ。だが、この条件に合う必要な知識や技術を持つ企業はジャパンマリンユナイテッド1社だけで、そして応募者も同社だけだったため、当然の成り行きとして選定したということだぜ。だったら、わざわざ募集する必要があったのだろうかと思ってしまうよな。この会社しかないのはわかっていたはずだもんね。なのに、あえて募集するというのは、ちょっと邪推してしまうよな。防衛省は現在、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀の2隻を、F-35B 戦闘機を運用するために空母化改修工事を進めていて、この F-35B は、滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどでも使用可能とされているよ。現時点ではバージと STOVL 機を、どういう形で組み合わせて運用するのかは不明で、F-35B は画期的な新戦闘機だからこそ、最大限有効活用するため進めている調査研究は今後どのように進捗していくか、その動向が注目されているらしい。それじゃあここで、F-35B について詳しく知っている人たちの意見を見ていくね。出雲や加賀が運用と言えるほどのスペックを持っているかどうかは不明。せいぜい給油とミサイルの搭載、軽整備ができるくらいのレベルじゃないのか。空母っていうより離着艦可能艦っていう名前の方が実態に合ってると思うよ。海自は出雲型や日向型を統合運用に差し出すつもりはないだろう。自分たちの主力である護衛隊群はしっかり手元にキープしつつ、統合運用向けには掃海隊群を両用船部隊に指定してこれで人技は切ったという認識なんだろうね。F-35B 戦闘機やヘリは自前で運用してくれと通告したらしいぞ。海自側は機動運用艦隊になる護衛隊群を、狭い海域の当初防衛に貼り付けるのは愚策と思ってる嫌いが感じられた。要するに乗り気じゃなかったんだよ。F-35B に期待している役割もそれぞれ違う。空自は本土防空だし、海自は艦隊防空だから見事に同床異夢ってこと。将来的に海自は自前の戦闘機所有に動くだろうよ。見てる景色が違うんだから運用法でまとまるはずないよね。当初防衛の時に臨時の発着拠点や中継ポイントとして使うのかも。F-35B の弱点は航続距離だから、その短さを補うためとしても、出雲や加賀を敵の矢表に立たせるわけにはいかないから、橋家プラス機動船艇のセットに燃料や整備品を乗せて連携での運用を考えてるのかもよ。本州から 1800km も離れている南鳥島、沖縄本島からさらに 400km 離れている南大東島のような離島に F-35B が使用できるように基地を作ることは費用対効果を考えると現実的じゃない。材料の運搬費用に人件費をかける余裕は今の日本にはない。だけど、ご覧のように、中国が軍備を背景にずんずん海洋進出しているから、手をこまぬいて、何もしないわけにはいかないので、仕方なく折衷案に落ち着いたようなところでしょうね。出雲、加賀はこの2隻しかないから、ずっと中国艦隊に張り付いていたら他の任務に対応できなくて、支障が出てくることもあり得るよね。そういったことになった場合の緊急避難みたいな使い方をするんじゃないかな。F-35B 戦闘機なら小さいフロートでもいけるよね。先島諸島や東シナ海に複数浮かべておいたら意外と大きな戦力になるんじゃないかな。問題は那覇、嘉手納基地のようにミサイルの集中攻撃を受けるって想定されることだ。護衛用のフロートも作らなきゃならないんじゃないか。
レーダーだけじゃなく中3階、ブースターもつけて長射程板と武器を盛り盛りで守るのかな。いっそ、イージスアショアもフロートに乗っけたらいいんじゃないか。前首相の地元のように、地盤の心配をする必要もなくなるし。F-35B を DDH ヘリコプター搭載護衛艦に配備するのは、基本的には艦隊防空のため、わかりやすく言えば太平洋戦争時のゼロ戦の役目を期待しているってこと。確かに海自が求めてるのはそういう役割だろうけど、航空自衛隊の F-35 は海上自衛隊の駒じゃないので、従わないだろう。空自の役割は一貫して本土防空。演習しても艦隊防空の確約はないから適宜柔軟に対応するだけに止まっている状態。これのおかげで、逆説的に海自が自前の戦闘機を欲しがる動機になってしまったってこと。艦隊防空と本土防空のどちらを選択するかとなった時に、どっちを優先するかという極論でしょう。F-35B の運用艦は出雲、加賀の2隻しかない。だから揚陸作戦に出雲型を回す余裕は全然ない。海自は自前で F-35B を運用できる体制を作ってくれということか。出雲型はもともと機動運用だったから、海自は当初防衛という狭い海域での統合運用には差し出したくなかった。これは予想通りだろう。F-35B は海自と空自では求める役割が全く異なる。つまり運用がいびつなものになるんじゃないか。第二次世界大戦の時のドイツ空軍と海軍の関係が一番当てはまるかな。大型輸送艦が不足しているので、民間ロロ船が陸自輸送の主力になるだろう。浮橋や橋家で沖合のロロ船から離島を結ぶことも視野に入れているから、橋家もその一環になる。要するに出雲型が回されないのなら、ヘリの運用も橋家でしなければならないわけだ。当初奪還用の STOVL 発着艦バージで、オスプレイを主体として F-35B の緊急使用も想定したものではないのかな？加賀や出雲が艦載機を持つわけがないでしょ。動く橋家で、有事の海の止まり木になるのかな？アメリカの空母ですらドローン空中給油機を飛ばすくらい空母キラーがある時代だから、メガフロートみたいなのも良い選択肢では？戦術輸送機ハーキュリーズを飛ばせるくらいの電磁カタパルトを搭載したバージョンもあるのかも。攻撃拠点として使うかもしれないし、F-35B だけのためというわけじゃないと思う。いろいろな意見が出てきていたね。ちなみにロロ船とは、貨物を積んだトラックやトレーラーがそのまま乗り込んで輸送できる船舶のことだな。海自の艦艇と民間船を併用するという考えのようだが、民間人を戦闘に巻き込んだ場合の保証はどうするんだろうな。そうだね。艦艇の数が足りないなら、民間船を使えばいいじゃないとフランスの防王妃みたいな考えではないと信じたいところかも。橋家の利用についても高評価が多いと感じるが、それこそ相手国が民間の漁船などをフル活用して、橋家を破壊するということも想定できるからな。まあ橋家自体は、普通の浮橋のようなもので、防衛能力はないもんね。素人の見方だけど、海上にプカプカ浮いてるものを潜水艦などで海中から破壊するということもあるのではないかと思うんだけど。簡単に破壊されてしまいそうな橋家に、大切な F-35B 戦闘機を一時的であっても、任せて良いのかなとも不安になる気持ちもわからなくはないな。そのあたりはきっと専門家がしっかりと考えてくれるはずだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2023年11月7日から9日までの3日間、防衛装備庁と三菱重工業はオーストラリアのシドニーで開催された海洋防衛総合イベント、INDOPACIFIC2023 において、新型水上戦闘艦 FFMAAW の模型展示を行ったよ。この艦は海上自衛隊が新型 FFM と称し、最上型護衛艦に続く派生型と言っても良いよな。そうだね。さて今回はこの海外売り込み用新型 FFM 派生型について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊が整備を進めている最上型護衛艦には、諸外国で同程度サイズの艦艇に付与される FF フリゲートという記号に加え、機雷のマインや多機能性を意味するマルチパーパスから M を明記した新たな艦種記号が与えられており、
2018平成30年度予算から調達が開始されたため 30FFM とも呼ばれているんだ。最上型は当初、22隻の建造が計画されていたんだけど、防衛省は12隻で終了させて新型護衛艦建造を決定していて、FFMAAW というのは新型護衛艦の設計をもとに、三菱重工業が諸外国に提案している艦と言っても良いだろうね。FFMAAW は洋上ステルス性能を追求した船体の設計や、その機能のために採用されたユニコーンと呼ばれる形状のマストも、最上型を踏襲していたみたい。しかし、最上型の基準排水量が3900トンであるのに対して、新型護衛艦の基準排水量は4880トン前後にまで増加しており、また全長も133メートルから約142メートルへと巨大化していたぜ。ちなみに駆逐艦を意味する DD の艦式号を持つ汎用護衛艦村雨型の基準排水量は4550トン、高波型の基準排水量は4650トンで、新型護衛艦は艦種こそフリゲート FFM であるが、汎用護衛艦 DD をも上回る大型艦であることがわかるな。新型護衛艦の推進方式は最上型と同様で、低速航行時に2機のディーゼルエンジンを使用し、高速航行時にはガスタービンエンジンを使用する CODAG を採用しているため、最大速度は最上型と同じく時速30ノット以上約 56km 毎時になると見られているらしい。搭載する兵装は62口径5インチ砲と短距離艦対空ミサイルのシーラムのランチャー、17式艦対艦誘導弾の4連装発射塔2機、324メートル3連装単魚雷発射艦、垂直発射装置マーク、41VLS で、この構成に関しても最上型を踏襲しているよ。しかし、その中でもセルと呼ばれる、VLS に収納されたミサイルの発射塔を兼ねた保管容器の数だけが、最上型の16セルから32セルへとバージョンアップされていたんだ。マーク 41VLS は中射程艦対空ミサイルのスタンダードやシースパローなども発射できるんだけど、海上自衛隊はセル数が少量である最上型の VLS にはミサイルの先端に魚雷を搭載した兵器で、通常の魚雷に比べて遠距離に位置する潜水艦を攻撃できる07式垂直発射魚雷投射ロケットのみを搭載し、今のところ中射程艦対空ミサイルを搭載することにはなっていないみたい。そもそも FFMAAW の AAW はアンティエアウォーフェアすなわち対空戦を意味しており、FFMAAW と新型護衛艦は VLS のセル数を増やして中射程艦対空ミサイルを搭載することによって、最上型と比較しても大幅に対空戦能力を強化することができるぜ。冒頭でも述べたように防衛省は最上型の建造を12隻で終了し、新型護衛艦の建造を計画していて、要するに防衛省は最上型の補填として、新型護衛艦10隻の建造を予定していたわけだが、後に12隻へと増やしているわけだ。最上型は1年度に2隻という類を見ないハイペースで建造されているが、新型護衛艦の建造ペースはさらに速く、2024年度からの5年間で12隻の建造計画が打ち出されており、2025年度予算の概算要求には2隻の建造費1747億円が計上されていて、2028年度には海上自衛隊のいずれかの基地に配備される予定だな。最上型の生みの親である三菱重工業は同型の建造途上の段階から、FFM 最上型の基本設計を踏襲してファミリー化を図る将来型多用途フリゲート、FMF フューチャーマルティミッションフリゲート構想を発表していたよ。FFMAAW の模型は今回の INDO パシフィック2023で初めて公開されたわけだけど、そのコンセプトに関しては2019年11月に千葉市の幕張メッセで開催された防衛関連総合イベント、DSEI ジャパン2019において、FMF ファミリーの一つとして発表されていたんだ。当時の三菱重工業は FFMAAW を構想した理由として、将来海上自衛隊が汎用護衛艦 DD などの後継を必要とした場合、開発期間を短縮するとともに開発コストをも低減するためであると説明していて、その考え方の正しさは、新型護衛艦の整備計画で実証されたと言っても過言ではないよね。
さらに三菱重工業は FMF ファミリーとして、FFM 最上型の基本設計をもとに、胴体を短縮した哨戒艦型と海上保安庁専用となるかもしれない沿岸警備隊型も構想しており、DSEI ジャパン2019でその模型を展示していたぜ。防衛装備庁は、2022年12月にベトナムの首都ハノイで開催された防衛装備展示会ベトナム国際ディフェンスエキスポ2022などでも、最上型 FFM のプロモーション活動を実施するなど、輸出へ向けた動きを示していて、個人的には FFMAAW や FFM の胴体短縮型も有力な輸出商品になりうるポテンシャルは十分にあると考えられると思うな。現在の FFM は三菱重工業長崎造船所と三菱重工マリタイムシステムズ多摩の本社工場で建造されているわけだけど、防衛省は8月25日、来年度以降の新型 FFM 調達に関して、主契約者を三菱重工業、下請負い者をジャパンマリンユナイテッド JMU にそれぞれ正式決定したと発表したよ。これが本当に5年間で12隻の建造となれば、1年間に2隻を超える3隻の建造が見込まれる年が生じるため、その分、作業量や人件費ともに増加となるわけだが、その人たちのおかげで海上防衛力の強化につながるぜ。1月25日に発表された新型 FFM 型に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領によれば、2024年度と2028年度には主契約者の三菱重工業と下請負い者の JMU によって、それぞれ1隻ずつ建造されるらしい。また、2025年度から2027年度までは2隻を超える建造を計画した場合には JMU に1隻を建造させることになっているな。このような両者の調達計画に対して、防衛装備庁は新型 FFM の第一番艦の建造契約の締結年度の1年目と、第一番艦の引き渡し予定年度の5年目には、それぞれ1隻の建造を実施させることが参加希望者募集要領に示されており、2年目から4年目までの間に建造開始隻数が2隻を超える場合は、そのうちの2隻の建造を2社に実施させると記されていたよ。このような文書を確認したものの、各年度の具体的な建造隻数は記されておりませんと防衛省は謎めいた回答をしたみたい。しかし、防衛装備庁は2022年12月に策定された防衛力整備計画2023年度2027年度で述べられた。護衛艦12隻の調達に関しては、最上型2隻と新型 FFM10 隻のことであることをはっきりと認めているな。また、防衛装備庁は防衛力整備計画に示された護衛艦12隻のうち2隻は2022年度予算にて建造予定の、最上型護衛艦を指しており、残りの10隻が新型 FFM を指していると明確に回答したぜ。このことによって今後5年間のいずれかでイージスシステム搭載護衛艦 DDG のマヤ型護衛艦や、工場型 DDG 2隻の建造に着手するとの見方も一部ではあったけど、それが否定されたことになるよね。いずれにしても海外売り込み用の新型 FFM に火がついて、日本の軍需産業が盛り上がったら当然中国は黙っていないだろうし、そこにアメリカがどのように割り込んでくるかも気になるところだけど、これらのことは全てインド太平洋の平和を守るために使われるものだということを我々日本国民は理解しなければならないんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。